待たせいたしました。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。列車が動きます。お手元お足元にもご注意ください。進行方向左側駅ホームでは、駅マルシェの方、そしてお出迎えしてくださった小さなお子様にありますお見送りでございます。次の停車駅は新水俣、新水俣でございます。ご案内いたします。まもなくいたしますと、進行方向右側には線路と平行に走る1本の道がご覧いただけるようになってまいります。一見は何の変哲もないこちらの道でございますが、その昔この道の上には線路が走っておりました。 JR 山の線の配線跡も遊歩道に整備したものでございます。現在では山あいに入りました首野という場所まで約14キロも続く遊歩道として生まれ変わり、ウォーキングやジョギング、サイクリングをする地元の方々に親しまれております。またこちらの遊歩道にはユニークな愛称もございます。その名も日本一長い運動場でございます。そして皆様、進行方向右側、日本一長い運動場をご注目ください。先ほど水俣駅でお見送りをしてくださった福田君が自転車に乗ってお見送りでございます。進行方向右側ご注目ください。先ほど水俣駅でご覧いただきました福田君が自転車に乗りながら旗を振ってのお見送り、またシャボン玉を倒しながらお見送りでございます。水俣駅名物福田君にあります大変ユニークなお見送りでございました。真っ白やから目立つ。